メアリー・モーザーは、イギリスの女性画家である。当時高い評価を受け、1768年に、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの創立会員に、女性としては、アンメリカ・カウフマンと、ただ二人だけ選ばれた。肖像画なども描いたが、花の絵で知られる。ヨハン・ゾファンに咲く、ロイヤル・アカデミーの会員たち。モーザーとカウフマンは、壁の肖像画で、表現されているロンドンに生まれた。 父親は、ツイス生まれの美術家、放浪工芸家のジョージ・マイケル・モーザーで、父親から美術の教育を受け、才能を示し、14歳の時には美術の展覧会で初めて、賞を受け、その後も、主に花を描いた、生物画や、稀に、歴史画を展覧会に出展し続けた。これらの絵が認められ、24歳の時に、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの創立会員。 35人にに父親と共に選ばれた1790年代には国王ジョージ3世の王妃、シャーロットのためにウィンザーに作られたフログモアハウスの部屋を飾る絵を描いて900ポンドを超える報酬を得た。1793年10月に軍人のヒューロイドと結婚し職業としての画家を辞め、その後は夫のせいで アマチュア画家として展覧会に出品した。ロンドンで没した。モーザーの没後、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの正会員に、再び女性が選ばれるようになるのは、1936年にローラ・ナイトが選ばれるまで待たねばならなかった。ヨハン・ゾファニーが1772年頃、描いた、ロイヤルアカデミーの会員たちという作品では、スタジオにヌードの男性モデルとアカデミーの会員たちが、 集まっているという構図であるが、裸の男性モデルがいるところに女性がいることは不道徳であるとされて、二人の女性会員は壁に飾られた肖像画として描かれている。既婚の画家のリチャード・コスウェイの公然たる恋人として知られていた。1773年には6ヶ月にわたってコスウェイとスケッチ旅行をした。コスウェイのノートには妻と比較した性的なことが記録された。 ありがとうございます。